はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。5時をちょいと回りましたですね。2月の3日は金曜日でございまして、行きましょう。朝鮮半島情勢、米の合同訓練で極度のレッドラインに北朝鮮という記事でございまして、ロイターですね。これは昨日の午前中に出た記事ですね。もう丸1日以上、1日半経ってますけども、1分で読むって書いてあります。1分で読めるのは1分で読めますんで、行きましょうか。北朝鮮外務省は2日、米国と同盟国による合同訓練が情勢を極度のレッドライン、かっこ超えてはならない一線に追いやり、朝鮮半島を巨大な戦争兵器庫とより危機的な戦争地帯に変える恐れがあると表明した。なんか相変わらずようわからん言い回しですけどね。はい。北朝鮮国営の朝鮮中央通信 KCNA が伝えた声明は、米国が敵対的な政策を追求する限り、対話には興味がないと指摘、同省報道官は、朝鮮半島と地域の軍事政治的状況は、米国とその従属勢力による無謀な軍事対立的大演習と敵対行為によって極度のレッドラインに達しているとした。なんかカクカクとした言い方ですね。まあ要はその演習気に入らんと、でレッドラインなんでって言うてるわけですね。もうちょっとあるわ。もうちょっと読みましょう。声明はオースティン米国防長官が韓国を訪問したことに言及。同長官は31日、韓国国防省との会談で北朝鮮の兵器開発に対抗し、有事を防ぐために両国の軍事訓練や拡大抑止計画策定を強化することで合意した。北朝鮮は、これは朝鮮半島を巨大な戦争兵器庫とより危機的な戦争地帯に変えることになる米国の危険なシナリオを鮮明に示していると指摘。まあでもその通りですよ。米国によるいかなる軍事的動きにも同じやり方で対応しって、対応できたらやってな。やってみいや、ほんまにって。必要であれば最も圧倒的な核戦力を含む強力な抵抗戦略を有していると表明したと。あ、まだあるわ。一方が韓国のパクチンは、これで飛ばしますね。最後ね、韓国国防省によると、韓国の空軍は1日に合同訓練を実施し、米軍の戦略爆撃機 B-1B やステルス戦闘機 F-22、両軍の戦闘機 F-35 が参加した。北朝鮮の核ミサイルの脅威に対し、強力で信頼できる拡大抑止力を提供する米国の意思と能力が示されたとした。まあ、なんかお互いなんか、なんかこう、カクカクとした言い方をしてますけどね、角張った言い方をしてますけど、つい最近ですね、主に空軍のですね、空軍を中心とした米韓合同演習が行われたようでございました。これは公海上、黄色い海ですね、朝鮮半島の地図で左側の海、中国に近い方ですね、で、行われたとされています。で、平壌というのはどっちかというと朝鮮半島の左側にございます。なんで、俺行くぞ、行くぞ、っていうふうに脅したとも受け取れるんですけども、それに対して、いつものごとく北朝鮮はですね、ビビりまくった反応をしていると。それは危険や、戦争なんでとかって言ってるわけですね。そんなね、危険なんやったらね、ちょっと手出したらええやんと思うんですけど、ちょろっとでも手出したらボコボコにされるってのは見えてますからですね、北朝鮮も口で言うしかないというのが現状だと思います。もしかしたらね、なんかね、こうアメリカが挑発してる可能性もあるんですよ。まだ先代のですね、キム・ジョンいる時代ですね、アメリカはですね、空母からですね、ステルス F-22 やったかな、を発艦させてですね、平壌のキム・ジョンイルのいる宮殿の上を飛んで急降下を繰り返したというような事実があるようです。
これはアメリカが正式に認めたわけではないんですけども、その作戦に参加したですね海軍のパイロットがこんなことやってんおれみたいなことをですね、ネット上でバラしてましたね。それがどうでしょう、13、4年前やったような気がしますけども、先代の時代ですよ。ジョンウンになってからもう10年以上経ってるんでしょ確か、でそれと似たようなことをねアメリカはやってる可能性あるんですよ。というのは北朝鮮は防空能力が弱くてですね、北朝鮮のレーダーにはですねステルスは多分映らないはずなんですね。で映らないしレーダーに映らないものも迎撃できないんですよ。迎撃ミサイルっていうのはですね相手の何かを捉えていくわけですね。で赤外線であればですね近くに来れば撃てるんですけども、そんなもん早くってね、対空ミサイルとかでは撃墜できないわけです。だからアメリカはそれ知ってるんでですね、ウレウレウレっていうふうに脅しに行ってるのかもしれません。それはですね決して僕らが知るところにはならない。まあ何十年か経ったら分かるかも分かりませんけどね、でそれにビビりまくってるという可能性もあります。北朝鮮って割合分かりやすい国でですね、自分たちがビビりまくった時にはですね、なんかものすごいこうすごい言い方でを非難するんですよ。で今回もまあものすごい非難をしてるんでですね、今回もビビりまくってるんでしょうね。やっぱりね自分たちが悪いことしてる人っていうのはね、その相手もねそれを仕掛けてくるんやろうと思い込んでしまうところがあるんですね。でこれは国家単位でもそうなんです、個人でもそうですし、ですね、自分がやってるような悪さは向こうもやってくるだろうぐらいに思うんでやられると思うわけですよね。で実際のところですね、北朝鮮にはですね空軍というものがほぼない状態なんですね。2、3ヶ月前にですね100機飛ばしたとかっていう発表をしましたけど、実際に飛んだのは20何機でそのうち2機ぐらい墜落したと言われてます。空軍というのはねもうしょっちゅう訓練しないと役に立たないんですよ。なんで1年に1回も1回飛ぶかどうかとか1年に15時間とか言われてるんです飛行時間が。もうそれを聞いたのは20年ぐらい前ですけど、今もっとないんちゃいますかね。そうするとほぼね実用的な空軍はいないんですね。だからアメリカが空軍で北朝鮮を空爆するという事態になった時に有効的な対応は取れないわけですよ。高射砲を撃つぐらいしかなくて、そんなんでほぼなんていうかアメリカのマッハで飛ぶようなですね飛行機を撃墜することはほぼ不可能なんですね。だからまあ空軍の迎撃ミサイルがあるかも分かりませんけども、高高度で来られたらほぼ無理ですね。なんで無力なんですね。無力がゆえにですね怖いんでしょうね。北朝鮮実質的に空軍と海軍ありませんからね。何か作戦行動ができるような空軍機もなければ海軍艦艇もないんですね。ちっちゃな小艦艇があるぐらいで、で第二次世界大戦のレベルでもないぐらいのしょうもない潜水艇があるぐらいのもんで、ほぼ機能しないんですね。なんでやっぱし怖くてしょうがないんでしょうね。ところがですね、実はですね、お隣さん南側の韓国の軍隊もむちゃくちゃへなちょこなんですよ。どの程度だから機能するかってね、かなり怪しいもんですよ。空軍はねこうやって時々アメリカと合同であるでしょ、だから再生が出てるんですよ。でも海軍とかってちゃんとまあこの前来てましたけどね、補給艦がね日本に、ちゃんと機能するのかって、陸軍なんかまるでやる気ないみたいですからね。だからまあね、ウォーにはならないんですけども、もしなったら非常にこう面白いことに、なんていうかお互いにですね全然戦えない軍隊が戦うということになりそうなんですけどね。なんでいやものすごくこれから何か起こればどうなるのかっていうのは見物ですね。まあただ北朝鮮空軍がないんでね、やっぱり怖いんでしょうねこういう演習をされたら。で南には一応空軍ありますからね、で200機ぐらいあるんじゃないですか、行動作戦ができる可能な戦闘機が。
まあなんでですね、いざとなったら南が圧倒できるはずですけどね、ちゃんと機能してればねなんかものすごい怪しいんですけどね、私から見ると、まあええわ、ということでですね、このロイターのですねアドレスを貼っておきますんで、途中私読み飛ばしたりします。確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。